松尾川ダムは、徳島県三好市、吉野川、水系松尾川に建設されたダム。春の清ダムともいう。高さ67メートルの重力式、コンクリートダムで、四国電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、松尾川第一発電所、松尾川第二発電所に送水し、合計最大42,200キロワットの電力を発生する。戦後、 日本発送電の分割、民営化に伴い、四国の電気事業は四国電力が継承した。同社は1951年の設立当初から問題となっていた電力不足を解消するべく、水力発電を主体とした開発を進めていった。中でも、松尾川ダム及び松尾川第一、第二発電所の建設は、設立間もない同社が初めて手掛ける。 大規模開発事業であった。工事は1951年12月27日に着工、1953年10月11日に松尾川第一第二発電所が運転を開始した。保証については1952年に漁業関係が、1953年に流木関係、公共関係が解決を見せた。松尾川第一、第二発電所には、 出力約2万キロワットのペルトン水車発電機がそれぞれ1台ずつ設置されている。当時の日本としては大容量の水車発電機であり、とりわけ特筆すべきは AFC を日本で初めて導入した点である。電力系統の周波数は需要と供給とのバランスを維持しなければ安定しない。もしこれが崩れると周波数が変動し、 工場の創業などに悪影響を及ぼす。発電所の出力を自動で調整し、電力系統の周波数を安定化する AFC は、大容量水力発電所や火力発電所には必須のものとして、日本全国の発電所に普及していった。JR 土山線、蘇谷口駅付近で、国道32号から矢川沿いに敷かれた、徳島県道32号山城東矢山線に、 入りさらに、松尾川沿いに敷かれた徳島県道1 4 5号を、大立寺線を上流へと進むと松尾川ダムに至る。松尾川ダムには、松尾川の水だけではなく、周辺を流れる、支流河川から取り入れた水も注がせている。さらに、四国電力は1961年、伊予川の上流に名頃ダムを完成させ、送水先の名頃発電所で発電に使用した水を、 松尾川ダムに放流させている。ダム湖には鯉やマス、船などの魚が住む。ダムに蓄えた水は、右岸の出水口から取り入れられ、トンネルで北西に位置する松尾川第一発電所に向けて送水し、最大2800キロワットの電力を発生させる。発電に使用した水はそのまま松尾川第二発電所へと送水され、 最大2万1 4 0 0ットの電力を発生した後、吉野川に放流される。放水口の周辺は、美濃電の淵と呼ばれる名称で、上流には、四国電力も発電を目的として事業に参加した、水資源機構の多目的ダム、池田ダムがある。ありがとうございます。